ートまで3秒を切りました。5レースはランチアタック準決勝戦スタートしていきました。10メートルの2車、ここは藤波、落ち枠なり。20メートル5人並びのスタートは内枠勢、4番の柴田が、5番の田中聡がそれを上回っていきました。トップでいきます。7番の藤岡のスタートですが、これは最後方、今インに潜り込んで7番手、その前には8番の渡辺がいます。まくりを打って今6番手から5番手です。前は1番の関口を捉えていく2番の藤波が速攻展開作りましたが、5番の田中聡が早い展開で3番落ちを捉えています。今3番手、8番の渡辺内を狙いましたが届ききらず、まだ5番手。その後ろ7番の藤岡は6番手です。残りは4周回、抜け出した2番の藤波のペース。2番手は5番の田中聡、3番手には1番の関口が粘る。内から狙う8番の渡辺ですが、まだその後です。先に外からまくってきた7番の藤岡が渡辺を逆転、そしてまくりの勢いよく3番手まで番手を上げていきました。そして切り返して同期の5番田中をかわして、ここで2番手に上がって、残り3周回です。早め先頭の藤波に対して藤岡の追い込みです。今2番手まで上がってきました。3番手は5番の田中聡、8番の渡辺は4番手です。藤岡の勢いがこれは良さそうだ。2番の藤波を簡単に捕まえる。残り2周インコースから、しかしここは抑えた藤波が先頭でキープ。藤岡2番手、この2人の優勢か。渡辺もしかし3番手まで追い込んできました。前2車はデッドヒート、2番の藤波が抑えている。ここはまくりに出た藤岡、まくり決まって先頭に上がりました。残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、続いていけるか渡辺淳、ここもまくり、藤波は沈んだ。3番手先頭7番の藤岡が抜ける、渡辺が2番手、藤波粘って3番手か、田中聡が追い上げて4番手。3番手争いは接戦も、優勢は7番8番、この両者、7番の藤岡和樹人気に応えました。まで3秒を切りました。10レース2つ目準決勝戦スタートしていきました。30メートルのスタート、ここは4番の鈴木誠二先行か、3番鈴木健吾突っ張れるか、5番の鈴木弘和同伴トップでしたが、前までは捉えきれず、その外並んでくるのは滝下が枠なりスタート。6番手からのレースです。7番西原7番手、8番中村智和は最後方となりました。1番の深谷俊太がまずはどこまでペースを保って逃げていけるでしょうか。2番手が2番亀井追いかけて、3番手は4番の鈴木誠司、その後は5番の鈴木弘和4番手、内にコースを切り替えて5番の鈴木弘和が鈴木誠司をさばいて3番手に上がりました。竹下今中段5番手、その後が7番の西原、8番中村智和は依然最後方です。レースは3周目、1番深谷ペースはどうか、なかなか亀井近づけません。3番手5番の鈴木弘和がここで2番の亀井をさばいて2番手、優質圏に上がってきました。残り3周半あります。同門1番深谷俊太を追いかけて5番の鈴木弘和3連勝を狙っています。3番手には6番竹下純平上がってきました。初日には鈴木圭一郎を下した実績がある6番竹下、3番手追い上げてきています。残り2周半、先頭1番の深谷俊太、残り2周半どこまで踏ん張りきれるか、優勝戦進出を一級者最初のレース狙っています。2番手は6番竹下、インから行く5番の鈴木弘和を捉えて、ここで竹下2番手に上がりました。鈴木弘和は3番手交代、1番の深谷どこまで踏ん張るか、残り1周半、竹下2番手、鈴木弘和3番手、その後西原が4番手、1番の深谷、さあ残り1周もできた、しかし迫ってきた竹下、残り1周、青旗振られてファイナルラップ、竹下がインから捉えて先頭に上がりました。深谷2番手、しかしこの位置を守りきれば優質圏、しかし後ろからは5番の鈴木弘和捉えた、鈴木弘和が2番手に上がる、3番手は深谷か西原か、内から西原が上がってきそうか、先発接戦、6番竹下ここで勝利、2勝目です。
で3秒を切りました。11レース3つ目準決勝戦スタートしていきました。ゼロ戦のスタート、1番今田、2番赤堀、ここは並んでいます。外から赤堀が行けるかどうか。10メートルのスタート、インコース3番田中悟が先手を奪っていきました。3番手です。最終班のスタートは8番佐藤孝也が今日はトップで行きました。5番手からレース運び、これでやりやすくなったが佐藤孝也です。その後のスタートですが、6番の阿部、7番の青島、5番の吉田圭介は最後方下がっています。レースを引っ張るのは1番の今田、続く2番中堀、3番手3番田中悟、その後4番鈴木一馬、佐藤孝也はまだ5番手、インコース入れそうでなかなか伺えません。まだ5番手のままです。その後7番の青島と6番鍋並んでいます。残り4周回、引っ張るゼロ戦勢ペースが良さそうだ。1番の今田ついていく2番中堀、まだ10戦勢との差はなかなか縮まりません。3番田中悟まで8番佐藤孝也、この3コーナーで捕まえていって3番手上昇です。8番佐藤孝也3番手に上がって残りは3周回です。その後3番田中、4番鈴木一馬、6番の阿部、7番の青島以下、最終班他の車へ置いていかれました。1番の今田、2番中堀、この両者に追いついてきた8番佐藤孝也、残りは2周か、あっと2番の赤堀滑らせた、後方に下がってしまいました。今3番手から4番手まで下がっています。代わって佐藤孝也2番手に上がって同期の今田を追い詰める。このバックストレッチ、今年初勝利への執念を燃やす佐藤孝也、今日はしっかり前を捕まえました。先頭に立っています。1番の今田が2番手、この位置残して優勝決めるかどうか。青旗振られてファイナルラップ、3番手はどうか。3番の田中と4番の鈴木、10戦勢の争いです。外から鈴木一馬のまくりですが、まだ届ききっていないか。3番田中悟との争い、しかしこれはあくまで3番手、代わった4番鈴木一馬が3番手、しかし優勝圏までは届かない。1番今田が残しそうです。8番佐藤孝也、今年の初勝利。まで3秒を切りました。12レース準決勝戦スタートしていきました。10メートルのスタート、2番の辻が出ていきます。4番の浅田、内をつこうというのが3番の落合です。その後のスタート争い20戦、1番外から7番の田村二郎がトップでいきました。5番手、5番の岩下、6番の松山という体勢です。8番の鈴木圭一郎はスーパーハンデ、最後方からのレース、8番手からどのように追い上げていくでしょうか。早めに前を捕まえたのは2番の辻、1番の笠原をさばいて先頭に出ました。3番手4番の浅田、ここもついていきまして1番笠原を捕まえまして2番手です。3番の落合、外から内目から7番の田村二郎、田村が車を伸ばしていきました。ここで1番の笠原を捉える。3番手鈴木圭一郎はまだ8番手から今一射かわして7番手、やや苦しい展開に見えます。鈴木圭一郎後方のまま、先頭2番の辻、2車身リード、浅田慎吾今2連勝中、3連勝へ目指してまずは先頭に立ちたい。3番手田村二郎、その後が6番の松山、鈴木圭一郎はその後5番手までポジションを上げてきました。残り3周回です。辻が後続を抑えています。辻の逃げ、浅田2番手、3番手7番田村、混戦となってきました。ここで4番浅田仕掛けそうだ。3コーナー、2番の辻をインコースから狙ってきました。浅田慎吾が捉えて先頭に上がります。後ろついてきた田村二郎、田村がその浅田のインコースまで狙ってきた。田村が捉えて先頭に上がりました。鈴木圭一郎はまだ5番手、残り1周半です。今1車かわして4番手、松山をまくって3番手まで上がってきました鈴木圭一郎。しかし松山が抵抗していく、やり返す。残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、鈴木圭一郎ピンチ、先頭7番田村二郎です。浅田が2番手、松山3番手、鈴木圭一郎は4番手、やや車群一瞬固まったところ、鈴木圭一郎が間を割っていく。抑えた松山が3番手か、もう一度伸びる鈴木圭一郎、しかし前にはまだ2車です。田村、浅田、鈴木圭一郎は3番手でゴールイン。
決めましょう。絶好のコンディションで行われる今年最初の優勝戦、誰が勝つのか、どんなタイムが出るのか、まもなく発走です。スタートまで3秒を切りました。最終12レース、花の舞大吟醸優勝戦スタートしていきました。6番藤岡、そして7番の渡辺がスタートへ遅れました。滝下は枠なりスタートを決めていった。8番佐藤孝也は懸命に外から伸ばしていきますが、これは5番手6番手あたり、滝下が早くも鈴木弘和を飲み込んで早い展開を作りました。もう浅田の後ろ、これは滝下の展開となったかどうか。2番浅田をかわしてもう2番手に上がってきました。レースは2周目です。1番今田先頭ですが、4番滝下もう2番手、その後は2番の浅田、3番鈴木弘和、佐藤孝也は中段5番手、その後に5番の田村、6番の藤岡、7番の渡辺、最後方です。1番の今田の逃げもう捕まえそうだ。4番の滝下、滝下の速攻が決まった。残り4周残して悲壮23の滝下が先頭に立ちました。これはもうあとはタイムロワイヤルのような感じか。先頭4番滝下が逃げる。もうここはぶっちぎりのレースとなっていきそうだ。2番手1番の今田、3番手3番鈴木弘和、その後佐藤孝也は4番手。残り3周回です。佐藤孝也としては昨年惜しくも取り損ねたこのタイトルを取りに来る、そんなレースでしたが、3番手抜け出す相手が悪すぎる。4番滝下もうぶっちぎった、ぶっちぎった。もう6写真、7写真、8写真、これはちぎった。残り2周回です。2番手1番今田、同期をかわして8番佐藤孝也が上がってきました。焦点あとは3番手争いか。1番の今田その後ろは離れました。3番の鈴木弘和、藤岡もスタート、これは後手を踏んでしまいました。追い上げていくも現在は4番手争いです。残り1周、青旗振られてファイナルラップ。高速バンクは大得意、滝下課題のスタートも決めてぶっちぎりの競争です。佐藤孝也さばいてきて2番手に上がりましたが、差が全然縮まりません。3番手は1番今田が残すそうです。最終コーナー立ち上がって直線、2021年幕開けは滝下純平。滝下純平圧勝。先端4番8番550円、2連複4と8の組300円、3連単4番8番1番で1万6440円、3連複148の組み合わせ7600。注目の結果は、第5回花の舞新種杯優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算10回目の優勝を飾りました、はい、今のお気持ちを教えてください。はい、早く酒が飲みたいです。あの花の舞師匠様より後ほど美味しいお酒もプレゼントいたしますが、はい、誰と一番に乾杯したいですか。いや、それ自分にです。わかりました。今日はですね、師匠タイム 3.25 を出したい、そんなお話もありまして、はい、3.23 一番時計でしたが、手応えはいかがですか。手応えは、はい、あ、こ23出たんだみたいな感じでありました。はい、あのスタートコースが集まる中のレースでしたが、スタートはご自身で振り返っていかがでしたか。いや、もうここ最近いないぐらい切れました。先頭立ってからは周回を重ねるごとにスピードが上がっていくように見えましたが、はい、道中はどんな心境でしたか。いや、まさかここで落ちたりせんよねとか思いながら、はい、じゃあゴール線切った瞬間すごい嬉しかったですね。はい、そうですね、はい、4日間振り返ってのエンジン状態はいかがでしたか。もうずっとエンジンは良くて、はい、タイヤだけだったです。わかりました。2021年の抱負を教えていただけますか。優勝だったんですけど、もう終わりました。いえ、事実はですね、1月12日から山陽での開催のレース、そして飯塚での G1 レースもありますが、はい、今後どんなレースを見せていきたいですか。そうですね、ちょっと G1 でもっと優勝できるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。では最後に全国のオートレースファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、これからもオートレースをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。滝下純平選手優勝おめでとうございました。